こんにちは、伊藤屋食品株式会社の森田と申します。会社としては、今4期目で2017年から、この会社をやってます。広く浅くっていうのが座右の銘なんですけど、八方美人なところがあるので、知り合いめっちゃ多いみたいな、友達そんないい日みたいなやつですもともと伊藤屋株式会社っていう、まあ親会社があって、まあそこから事業、そうですね、そこからまあ派生した会社にはなるんですけれども、今現在その、伊藤屋株式会社っていう、まあギフトを取り扱ってる会社と、で伊藤くん株式会社っていう、まあ介護であったり老人ホームも3棟ぐらい建ってるんですけど、まあ、それを運営してるまあ介護の会社と、で僕らのまあ伊藤屋食品株式会社っていう、まあ、会社の、それがまああの伊藤屋グループっていう形で今、やっていってる形です。ちょっとまあ会社の紹介ではあるんですけれども、一応基幹事業としては、まあ、高齢者向けの配食サービスと、まあ、訪問介護事業所を運営してます。まあ、地域の、まあ、高齢者の方々を、まあ、包括的に、まあ、支えていくというようなところを、まあ、基幹事業としている会社です。で、昨年からなんですけれども、テイクアウトの店舗を3店舗ほどオープンさせました。バナナジュース屋さんが2店舗と、サラダボールの、お店を、まあ、京都市内に、3つ今やってます。とまあ、細かいこともいろいろやってるんですけれども、まあまあ、基本的には、そういった形の事業をしている会社という形になります。まあ、伊藤屋株式会社の、まあ、一事業として始まったお弁当屋さんの事業の、まあ、ボリュームがちょっと増えてきたの で、まあまあ、会社にしたらどうやと代表やってみるかということで、一応まあ代表取締役に、任命してもらったというところです。僕自身、まあ、社長になりたかったわけでもないんですけど、やってみたら大変なことの方が多いかなっていう、まあ、だからたまに嬉しいことがあるぐらいなんですけど、まあでもやりがいはすごい感じてはいます。この事業もそうなんですけど、一回自分でやってみるっていう感じでやってるんですよ。訪問介護もそうですし、まあそのテイクアウトの店舗もそうですし、まずは自分が先頭立ってやってみて、でまあ気づいたことをまあ落とし込んでいくっていうような形でマニュアル作っていくような、それはもうすごい大事にしてます。まああんまり良くないとは思うんですけど、まあ自分がやってるまあまあ姿を見てもらって従業員さんの方をまあ引っ張ってきたようなところもあるので、そのスタイルはまあ体が動かなくなるまでは続けていこうかなっていうふうには思ってますね。僕らがもう一個一個手渡しで配達してる理由って、そのおじいさんとおばあさんとか、そういうまあ独居であったり高齢者世帯であったりとか、まあ、そういうところに行って、でまあお代わりないですかっていう形で、まあ、安否確認っていう形で、まあ、お弁当届けてるんですね。でやっぱそれってやっぱり家族の人が遠くに離れてるとか、まあ、近所でもなかなかうまいこと言ってへんくって、もう結構孤立してる人とかになってくると、やっぱその介護保険だけではじゃヘルパーさんが入ります、デイサービスこの曜日行きましょうねとかだけではやっぱりこのカバーできない部分ってすっごい大きいんですよ。だから僕らもそのお弁当持ってくっていうだけではなくって、やっぱりその人がちゃんとまあ体調悪くないか、とか、まあやっぱ変わったとこないかとか、そういうところに気使って配達してるんですね。でこれってやっぱまあ意外とやっぱ認知症の方とかもいられるんで、すっごい大変な仕事なんですよ。だからやっぱそこをやっぱりでも手を抜いてしまうと
もしかしたら、まあ、どっか徘徊しはって行方不明にならはったりとか、もうあのお家の中で転倒されてて、それも気づかへんまま帰ってしまったりとか、でやっぱそれで、亡くならはったりとかするパターンもないことないんでね。結構ほんまにその割と本当に命を守ってるっていう形で僕らはまあそこはちょっと必ず手渡しするっていうようなところでやったりはしてるんですけど、そういう意味でやっぱりみんながそこに進んでいく指針となるようなものはやっぱり必要なんかなっていうふうにまあ思います。その経営理念であったりとか、まあそこはねやっぱりだからみんなが同じ方向を向くためにやっぱ必要かなって思います。その上でやっぱり社会に必要とされる企業であったり、まあまあそうですね、やっぱり世の中をちょっとでもより良くすることができるような会社がいいのかなって、まあ、そこ目指さないと、まあ、存在意義ってあんまないんかなっていうふうには思ったりはしてますね。まあ、その会社としてはまあまあ強みっていうほどでもないんですけど、まあ割かしまあ風通しよくはやってます。まあ実際問題はまあ僕が現場まで降りていってやってるんで、まあ、ある程度そこでまあコミュニケーションも取れますし、まあまあみんながやってることもまあ把握できるしっていうところで、そういうところでまあ回っていってるのかなとは思うんですけど、まあ多分社員の人は不満結構多いと思いますけど、時代の変化もすごい早くなっていくんで、やっぱりこう柔軟に考えれる人材が育っていったらいいなっていうふうにはすごい思ってるんですけど、常日頃から。まあなかなかねやっぱりこう自分で何でもやってしまう反面、なんかそういう部分が伸ばせてないのかなっていう悩みはちょっとあったりしますね。結局じゃあまあその人が増えてきたらやっぱりちゃんとしたルールに基づいてやっていかないといけなくって、自分が始めた時はもうパートのおばちゃんと2人とかでやってたんで、本当にまだもうなんかもう家の台所みたいなところから始めたような感じなんで、だからやっぱそこを思うとちょっと息苦しくなってないのかなとか思うんですけど、ただやっぱ会社守るためには結構やっぱそこら辺結構シビアにやっていかなあかんやなっていうのをやっぱり、なんか気づいたところがあって、なんかその中でやっぱりしっかりルール決めて、まあ、しっかりとまあ評価できる制度を作って、でやっぱりその、まあ、働きがいとかやりがいを、まあ、与えられるような職場作りをしていかないといけないのかな。まあその仕事の内容であったり報酬面でもそうなんですけど、やっぱりまあ自分のやってる仕事にまあやりがいを感じてもらえるような、まあ、会社作りが必要なのかなって思いますね。まあ報酬の面だけではなくて、別にこう守るもんもなければ別に伝統も何にもないので、まあこれからもその新しいことにチャレンジするっていうのはやっていきたいなっていうふうに思ってます。やっぱりこう、まあ、年に2から3ぐらいは新しい事業をやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、直近でいけば自動販売機お店の前にも置いてるんですけど、一応その冷凍の自動販売機をちょっと置いて、今まだそのマーケットに出てない商品であったり、まあ、お店さんとかにちょっとお願いして、まあ、今ラーメン何個か出させてもらってるんですけど、今度またスイーツであったりとか、まあ、ピザとかパスタとかいろいろそういう形でセレクトした状態で自動販売機を置いて、でまあそこでちょっと利益上げていけたらいいかなっていうところに思ってるので、まあ、ちょっと、まあ、来年にかけてまたちょっとこれも展開していきたいなっていうふうに思ってます。